溶岩プレートを購入しました。で、今からなんか先にやっとかないといけないものがあるみたいなんですよ。で、それでちょっとやっていきます。とりあえずなんか水洗いするということで、乾くまで空だき。あんまりきつくしたら割れそうなんで中火ぐらいでいこうか。こんな感じでやっていきます。こんな感じで、で、乾くまでとりあえず火を入れます。意外と乾かないですね。今でもう3分ぐらいは、3分以上経ってると思うんですけど、なかなか乾きませんね。ちゃんとなってる？なってるよね。あともうちょい。なかなかやな。消えたんちゃいますか？じゃあ消しましょうか。で、これでとりあえず常温になるまで冷やします。このまま置いときます。すっげえ煙やねんけど。で、冷めて、ほぼ常温になったんで、今度は油を塗っていきます。どうでしょう。あとは実践ですね。ちょっと洗わんといけないかな。あの、このカスがいっぱいあるんで。今日はアンガス牛です。マキシマムでいきましょうか。ちょっとだけ、どうせ後からまたあれなんで。で、僕は白ワインでいきます。こんな感じで、よし。ではではやっていきましょうか。中火でやってます。いけるかな、これ。いけるかな。あれ、まだシュンってシュンってなれへんで、シュンってならないと、シュンってシュンってならない、シュンってならないよ、全然ならない。
結構温まるまで時間かかんねんな、これ。とすんねんな、多分。あ、やばい。すごいよ。なかなかやばい、やっぱし。なかなかです、さあ。来ましたね。でも思ったよりかあれやねんな。なかなか火力が。これは太すぎるんですよね。難しいです。これにし。いただきます。うん、おいしい、うまい。まあまあ、この肉あんまりあれなんですよ、脂なかったんで、もしかしたらあれ溶岩プレート脂ある方の方肉の方が相性いいかもわかんないです。なんか結構脂がないというかなくなってます。美味しいですかね。で、これもう一つ溶岩プレート購入したんですけど、これはなんか洗剤で洗ったらあかんらしくて、でなんか煮込むと汚れが取れるらしいんで、初めにこうやってやってます。でこっちの溶岩プレートはなんかあれですって、乾くまで待ってから火通さないと割れるって言ってましたんで、また他の丸い方のプレートとはまた違いますね。一応これも油塗っときました。別に書いてないんですけど、意外とねなんかジューってなれへんね、一式で。ではクロスのスパイス、スパイシー、いただきます。うん、ああなるほど、あのね、おいしい。なんかね、普通に焼いてるやつよりも柔らかくなってるような気がします。なるほどね。うん、おいしい。あ、これおいしいわ。おいしい。あの四角のプレートはええな。多分ね、油もね吸収してくれてると思うんですよ。油があると膜張って味が薄いというか薄くなるじゃないですか、分かりにくくなるじゃないですか。でもなんかしっかり味もついてるんで、めっちゃ美味しい。これ結局持ち上げたら割れてしまいました。もうやっぱしなかなか難しいですね。でも結構美味しかったので、まあ消耗品ですよね。もったいない。以上、ドローン空撮旅人のトキでした。